ちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。ただいま千葉県の君津かな、そして向かう先は館山です。館山にですね、宿を予約しました。本当はキャンプに行きたかったんですけれども、梅雨が明けたのかな、よくわからないですけども、猛暑が続いておりまして、すごく猛暑が続いてるんで、キャンプはさすがにできないということもありまして、海の近くのお宿さん、海光津さんという宿を予約いたしました。そしてですね、いつものようにチェックインまで時間がありますので、それまで観光を少ししたいと思います。向かう先はですね、崖観音と呼ばれる大福寺さんに向かいます。それではドライブ楽しみます。天気いいとドライブ、これは元パチンコ屋さんですかね。この形のパチンコ屋さんありますよね、地方に行けば。最高だな、天気いいと2倍3倍4倍だ。道の駅鋸南でトイレ休憩ですね。ジメジメですな今日は。海だ、海が見えたぞ。海はやはりどこで見ても興奮するね。どこで見てもいつ見ても興奮するわ。釣りしたくなるね。海最高だな、千葉県最高だなっていうか、天気最高だな。天気が全てを最高にさせてくれてますね。残り10分ちょいで崖観音に到着します。着きました、大福寺崖観音入り口。もう見えてるんですよ、こちらです。じゃじゃーん、こんなのが千葉県にあっただなんて知らなかった。そしてその横にね、階段が見えるんですけど、かなりきつそう。上がってみます。順路、今からあちらに挑みます。きつそうだな、暑さもあるからな。結構いらっしゃるんですよね、来てる方が。びっくりしましたよ、意外にいるんですね。近づいてみたら全然行けそうですね。帰りの階段が一直線でなかなか迫力があったんですけど、こっちはうねうねうねってるんで、すごく登りやすいですな。ふふふ、もう着きましたよ。あっという間でした。息も全然切れることなく着きました。これ上がれるみたい。おお、景色すごい、すごい、これこれはすごいぞ。一望ですよ、来る価値大ありですよ、これすげえ。こちらが下りの階段ですね。遠目から見たときすごい長い階段だなと思ったんですけど、そんなに長くないですね。これならご年配の方々も全然安心して登れますね。まあ、実際に今登ってる方々いらっしゃいましたんで、気軽に来れますよ。そして景色ぜひ見てみてください。崖観音いかがでしたか。結構ゆっくりしてたんですけど、20分ぐらいしか時間経たなかったですね。天気が良くて気軽に来たい方は本当におすすめのスポットなので、ぜひ来てみてください。まだチェックインまで時間がありますので、近場で沖ノ島っていう評価のいい公園を見つけたので、そちらに行ってみます。ただ暑いからね、長いできなさそう、あんまり。
今の通り良かったっすね。南国感があってね、ヤシの木植えたらとりあえず南国感出ますね。寄り道しております。渚の博物館、渚の駅立山ですね。さかなクンがおりますね。あそこに初めて来るな。この通りは何度も何度も通ったことあるのにな。ギャラリーがありました。あらららら、これはこのジンベエザメは本物かな。本物っぽいな。このカニもでかっ。これ無料で入れるんですか。200円ぐらいは取ってもいいような気がするんですけど。すごくない、ここ来てよかった。こういうの見るの楽しいですよね。大きなマグロがいました。これと一緒に写真撮れるみたいですね。ちっちゃいのもいた。ちっちゃいのもいました。かわいい。すげえ、こんなのあるんだ。フグが、フグかわいいよね。かわいい。海辺のタッチプール、これは今休止中みたいですね。残念。桟橋もあるみたいなんですが、これは今日はきついかな。かなりの長さですな。奥の方まで見えますか。2階の展望スペースです。綺麗。おー、落ち着くね。風が少しあるから涼しいけど、日差しはやはり暑い。さっきの大福寺見えないかな、こっから。あっちの方な気がするんですけどね。わかんないや、全然。恋人の聖地、行くとこ行くとこで見かけるな。また20分くらい寄り道してしまいました。今の渚の駅立山、またおすすめですね。さかなクンギャラリーもあれば、ミニ水族館みたいのもあって、初めて行きましたけど驚きました。あれが無料だとは思わなかった。そしてもう今の渚の駅から、沖ノ島見えてるんで、もう今度こそ沖ノ島行きます。もう到着します。沖ノ島着きました。何ここ、こんなとこあったんだ、知らなかったよ。
ぐるって回れんのかなこれ。すげえ。砂浜なんで歩きづらくて手ぶれがすごいかもしれないですが、海の家もしっかりあるんですね。なんか沖縄思い出すな、この感じは。行けるとこまで歩いてみます。あちぃ、泳ぎてー。あー、なんかこの通り沖縄のどこだっけな、砂山ビーチだっけな、こういう道を抜けた先に白いビーチと青い海があったんですよ。その道を彷彿とさせますね。ただ、さすがに海はね、まっちゃっちゃでしたね。まっちゃっちゃ。これだと、あれですわ、泳ぐ気が若干失せますね。なんか行くとこ行くとこ、出会いスポットがあるな。おー、磯が見えてきた。これはこれでいいわ。いいなぁ。ほんといいとこ来た今日。3カ所とも。ちっちゃいのいますね。ちっちゃい魚いますよ。これ子供とか磯遊びするにはね、すごくいいです。先ほどの砂浜よりも海も綺麗だし、透き通ってるし、あっち抹茶茶だったから。この辺とかも浅いし。こっち来た方がね、楽しめる可能性ありますわ。カニがいたのに、くっそ取れなかった。いた、いるんだよ、いるんだよ。いや、いる、いる。俺がいると逃げるような、絶対いるんですよ、カニが。そこ、あ、ここに見えるかな。そこそこ、ちょうど逆光で見えないけど、カニが、わかる？逆光で全然見えない。これ、え、カニ、カニ、これカニ、あ、見えるね、見えるね。というわけで、だいぶ動画長くなりましたよね。大福寺の時は尺足らないかなって思ってたんですけど、そこからあのさかなクンギャラリーのある道の駅や、沖ノ島に来てもおそらくすごい長い動画になりました。これの3カ所本当おすすめです。千葉の観光でフラッと来るには、おそらくあの3カ所でもパパッと寄るだけでも 1,2 時間以内で済みますよ。絶対おすすめの場所です。絶対来てください皆様。というわけで、この後はですね、宿にチェックインいたします。もうここからすぐなので、ここで一旦動画を閉めて、宿にチェックインいたします。チェックインいたします。すっごい噛んだ。チェックインいたします。それでは後編でお会いしましょう。バイバイ。着きました。本日宿泊の開港図さんです。綺麗な建物、おしゃれ。贅沢な一杯やっちゃってます。これはいいぞ。この湯上がりに目の前の磯まで歩いてきました。おう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 、さっき見た海よりかは沖の